私 AKB48 の高橋みなみが今から4年くらい前に体験した出来事です。ライブの本番まで時間があった私はメイク室でメンバーと雑談をしていました。どうした？大丈夫。その日は朝から何かおかしくて、時折誰かに見られているような気がしてならなかったのです。時間を持て余していたということもあり、そのうち誰からともなくかくれんぼをしようという話になりました。最初はグーチョキパイ。やったー。じゃあ30秒ね。30秒。1、2、3、4、5、6。もういいかい？こう見えて意外と怖がりな私です。おーい、どこ？はるな？どこ？おーい、はるな、ゆかり、どこ行っちゃったんだよ。どこだよ。一瞬でしたが、あまりにもはっきりと見えたのです。本当だってば。その後メンバーに話したのですが、信じてはもらえませんでした。怖がらせようとして嘘をついていると思ったようです。見たんですよ、レインコートの女の人。マネージャーさんにも話したのですが、だけどしょうがねえな。じゃあさ、後で警備の人に問い合わせてみるからな。それでいいだろう。あ、じゃあ俺は急ぎの仕事あるから。じゃあね。どうしても気のせいだったとは思えなかったのです。でも誰にも信じてはもらえませんでした。ですがそれから数日後のことです。
次のドラマのプロデューサーの佐藤さんです。はじめまして、高橋みなみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ。どうした？具合でも悪いの？何？笑わないで聞いてくれる？ライブの途中なんだけどさ。うん。柱の後ろ誰かいなかった？誰かって？女の人、レインコート着てて。それって本当？私と同じ人を見たって。何を？レインコートの女。え？だから私が言った。警備室？はい、もしもし。はい。え？監視カメラにおかしな人影が映ってる。問い合わせをした日時にやっぱり何か映ってたんですか？いえ、その日時の映像には不審な点はなかったんです。じゃあおかしな人影というのは？昨日の深夜なんですよ。場内に侵入者がいれば警報器が作動します。ですから人がいるはずがないんです。もう一度見ますか？え？もう一度見せてください。はい。止めて。このことは他のメンバーには黙っていることにしました。